ロバート・ウィリアムズはアメリカ合衆国の政治家。1805年から1809年にミシシッピ準州知事を務めた。共にアメリカ合衆国会議員となった、主にノースカロライナ州で政治家として活動した同盟の重邸がおり、他の同盟の別人との混同もあって、出生年や出生地、死没年などについての混乱が見られる。青年については、 不祥とする資料や1770年頃とする資料もある。セシル・エル・サムナーズによれば、ウィリアムズは1768年に、現在のバージニア州プリンス・エドワード軍に生まれ、一家共に、ノースカロライナに定住したとされる。リンドレース・バトラーによれば、ウィリアムズは1770年頃に、現在のノースカロライナ州オレンジ軍で生まれたとされ、また、別の説では、 1773年7月7日に、現在のノースカロライナ州サリー郡に生まれたとされる。リベラルな家庭教育を受け、法律を学んで弁護士となった。ウィリアムズは、1792年から1795年にかけて、ノースカロライナ州議会上院議員を務めた後、1796年に民主共和党所属の会議員に選出され、 1797年から1796年までの3期を務めた。1803年にウィリアムズは大統領トーマス・ジェファーソンから新たに合衆国に編入されたミシシッピ巡州における土地所有権の確定に関わる連邦委員会の委員に任じられた。1805年5月、ウィリアムズはジェファーソンからミシシッピ巡州知事に任命され、 ジェファーソンが人気満了を迎えた1809年3月までその任にあった。知事在任中のウィリアムズは、準州長官であったカウルズミードと折り合いが悪く、互いに相手がアーロンバーの反逆の凶暴に同情的だと、非難するなど揉め続けていたため、不人気であった。公職を退いた後のウィリアムズは、ミシシッピ州や、 ノースカロライナ州に住んで、プランテーションの経営にあたり、1812年に勃発した米英戦争では、ノースカロライナ民兵隊の副将として従軍した。1814年に、妻がミシシッピ州ワシントンで死去した後は、ルイジアナ州、ボンロー近郊のプランテーションに移り住み、ここをボンエアと称した。以降のウィリアムズは、ボンエアの経営に当たった。 1836年1月25日に、ルイジアナ州、ワシタ郡で死去、ボンエアに埋葬された。埋葬地の正確な場所は分かっていないが、現在の福祉施設のあたりとされている。ただし、死去についても、1821年5月27日とする説がある。ありがとうございます。